B-58、e、ハスラー飛行する B-58A-10CF59 から2442号機 B-58 ハスラーはコンソリデーテッドバルテ T 社が開発しアメリカ空軍で短期間運用された戦略爆撃機。相性のハスラーは爆中地の良、e、い東西冷戦下におけるアメリカの大量報復戦略に基づいて製造された マッハ2の快速を誇るデルタ翼爆撃機であり、アメリカ空軍としては初の超音速爆撃機である。冷戦下で対立を続けていたソビエト連邦及びワルシャワ条約機構の防空網を高高度から高速で突破して核攻撃できる能力を目指して開発された。以下のように数多くの新機軸が盛り込まれたが、結果としては非常に高価な機体となってしまい、 費用対効果の面で不利となった機体構造全部から見た B-58 後部から見た B-58 主翼はコンベア車が得意としていたデルタ翼で前円高体格はマッハ2での巡航に最適とされている60度である。胴体は同じくコンベア車の回 -100 にでも取り入れられたエリアルールを適用し主翼との結合部は大きくくびれた。 コークボトル上となっている。しかしこのような胴体の形状では、機内容積が減少するため B-58 は、後述のように爆弾層は設けず爆弾等を外装式にしている。構造材には、ハニカム構造を大幅に取り入れることにより、軽量化しており、外反の大部分には、アルミ合金でサンドイッチしたフェノール樹種ハニカムを、エンジンの排気を浴びる、主翼仮面には、 ステンレスハニコムが使用された。このため、構造重量は、全微重量のわずか14%に過ぎず、デルタ翼の広い翼面積と、相まって、B、B-58 の特徴である、航空高速巡航に、有利な低い翼面荷重が実現された。B-58 では、航空、高速での空力的目標が最優先され、 ステルス性は重要視されていなかったが、機体の小型化によって RCS を抑えようとしており、角度によっては B-52-1、10から1、30の RCS を実現できたとされている。当時のアメリカ軍にはデルタ翼の練習機がなかったことから、訓練機である TB-58A へ乗る前に飛行特性を体験する初期訓練には同じくデルタ翼で、 操縦席がサイドバイサイド配置の回 -102 が利用された。エンジンエンジンは4機の GE J79 を主翼下にポット式に搭載している。J79 はそれまでのエンジンと異なり、高度3万5五千フィート以上では連続2時間のアフターバーナー使用が可能となっている。武装 J-93 のテストベッドとなった。 B-58 本機の武装面での最大の特徴は爆撃機でありながら機体内に爆弾層を持たず自衛用火器を除くすべての武装を胴体下部に装着した外装ポットに収納した点にある。外装ポットは投機可能で内部の燃料を使い切り爆弾をポットごと目標に投下し身軽になった後は高速で離脱可能であった。 胴体内に爆弾層を持たないことから機体を小型化できたほか空力的に成形された様々な武装やエンジンを爆弾層のサイズに制約されずに装着できた。またポットを別に開発することで機体開発後に登場した兵器の搭載も容易とされた。外装ポッドは様々なタイプのものが製作されたが実用となったものは マーク39核弾頭を収納するメガバイト -1 とマーク54核弾頭を収納した小型ポットに燃料を積んだ大型ポットを組み合わせた親子式の TCP との2種類である。さらに爆弾以外に偵察用の機材も装備可能で写真偵察用の LA-1 などが製作された。合成解剖レーダーン a p s 十三を装備したスラーポッドは 試作に終わったが、キューバ機器において、キューバ空域を偵察飛行した際に使用されたと伝えられている。またポットには、エンジンも装着可能なためテストベッドとしての利用も可能であった。このように秀逸なアイデアに見えた外装ポットだったが、後に様々な問題の原因となり、B-58 の寿命を縮めてしまう結果となる。自用化自用化として、 機体微端に M61A1 とほぼ同仕様の T-171E220mm ガトリング砲を装備している。しかし当時は東側諸国においてもミグ15やミグ17などの多数のアオンソク戦闘機が現役であり、これらの戦闘機が B-58 に追いつくことは不可能であり、したがって自衛下機は無用の長物であった。 敵機が B-58 を迎撃するには空、対空ミサイル装備が必須となり、その場合は自衛火機は全く役に立たない。マッハ2級の超音速戦闘機なら B-58 の追尾も可能であるが、ほとんどがミサイルを搭載しており、わざわざ同速度で追尾して、機関砲を用いて B-58 を迎撃することは考えられない。そのため、 これ以降に開発された多くの爆撃機では、後方に向けた自衛火器の搭載はなされていない。脱出装置 B-58 の脱出カプセル B-58 は当初、他の機体同様、射出座席型の脱出装置を装備していたが、超音速飛行中の脱出で1名死亡、2名重傷の重大な結果を招き、カプセル式の脱出装置が新たに開発、装備された。 脱出の際には上から3分割式のクラムシェル型ブラインドが降りてカプセルが密閉。内部を加圧した後機体外に出される。着地前にはエアバッグが展開してソフトランディングし着水時にはフローティングシステムが作動する。さらにカプセル内には水や食料も備えてあり着地後はそのままシェルターの役目も果たせた。一方でカプセル内の空間は 非常に小さく、ただでさえ狭かった B-58 のコックピットは、さらに窮屈となってしまった。なお、訓練用の TB-58A については、後部乗員の移動を妨げないよう、従来の射出座席のままとされている。タキシングする B-58B-58 は1960年8月に、部隊への配属が開始。 1962年10月までに合計86機の B-58A が生産され実戦配備された。B-58 は部隊配属直後から様々な記録飛行に挑戦を開始する。1961年1月12日に 2000km 周回コースでペイロード 1000kg 及び 2000kg 搭載状態での 平均速度記録時速 1708.75km を樹立したのを皮切りに、同日に 1000km 周回、ペイロード 1000kg 及び 2000kg 搭載状態。14日には 1000km 周回、ペイロード 1000kg、2000kg 搭載、及び無搭載状態での平均速度記録を樹立し、それまでソビエトが保持していた最高記録を模擬取った。さらに、 翌1962年5月には北米大陸往復飛行に挑戦。袋のニューヨークロサンゼルス間の飛行では史上初めて地球の自転速度を超え西に沈む太陽を追い越して飛行した。1963年10月には沖縄のカデナ基地からイギリスのグリーンナムコモン基地まで5回の空中給油を受けながら飛行し途中 東京ロンドン間の平均速度記録を樹立した。これは記録飛行であると同時に、北極越えの体験コースを飛行し、数度の空中給油を敵はよくこなすなど、戦略爆撃機としての実践能力を示す、デモフライトでもあった。このように、B-58 の数々の記録への挑戦は、新型爆撃機の性能を誇示する機会ともなった。空中給油を受ける B-58、 舞台配備当初の花々し、レコードブレーカーとしての活躍とは裏腹に、B-58 は実戦とは遠,遠い存在となっていく。ロバート・マクナマラ国防長官による、アメリカ軍の大量報復戦略の一部転換や、運用コストの高騰、トラブルの多発や整備性の悪さ、さらには、航続距離の短さや、通常爆弾の搭載量が少なく、 ボーイング B-52 ほどの汎用性がなかったことから B-58 は急速にその価値を低下させていった。アメリカ空軍内では1965年から本格化したベトナム戦争への投入も検討された。具体的には B-58 を戦闘爆撃機のパスファインダーとして使用する案が検討され、アメリカ本土でのテストのほか仮面を黒、 ウ面ツラをタントグリーンの2色で塗り分けた迷彩も制定された。しかし、パスファインダーとしての能力は認められたものの、口実するインテグラルタンクへの被弾の懸念から実施は断念された。他にも、通常爆弾の搭載量が B-52 に比べて少なかった整備に高度の技術を要するため、アメリカ本土から遠い太陽国やフィリピンなどの 東南アジアの前線基地での運用が困難だった。上に近代的設備を要しており B-58 の運用が可能だったかでな基地からは遠いなど様々なマイナス要因が存在し、当時最新鋭の機体が撃墜されることのマイナスイメージを懸念したマクナマラ国防長官の反対があったとも言われている。実際にテキサス州やアーカンソー州、インディアナ州など、 アメリカ国内の複数の基地に配備されたものの、アメリカ国外の基地に配備されることはなかった。結局、ベトナム戦争が激化して、爆撃機が必要であるにもかかわらず、B-58 は登場してからわずか5年後の1965年12月には、1970年6月までに退役させると決定された。折しも、 ベトナム戦争の激化に伴う軍事費の増大と、その圧縮が求められたこともあり、計画はさらに前倒しされ、1970年1月16日には、前期の退役が完了。最初の部隊配備からわずか10年足らずで、B-58 はアメリカ空軍から姿を消した。なお、B-58 は爆撃機としては一度も実戦へ投入されないまま引退したが、 偵察機としては1962年10月のキューバ機器で出動し、少なくとも1回はキューバ領空に侵入、偵察したとされている。他に1964年3月のアラスカ地震の時にも被害状況を撮影するために2機が出動した。B-36 と B-52 と共に飛行する B-58 乗務員の乗降用扉を 開いた B-58B-58 の前途は、実は実戦配備前から閉ざされていた。カテゴリー2テストの進行中に、アメリカ空軍参謀本部は、ランドコーポレーションに B-58 の評価を依頼したが、搭載力と航続距離で B-52 に劣る防空網の充実で進行速度は、 将来的に問題にならないと厳しい評価が下った。実際に航空高速進行戦術はほどなくしてソビエトの防空網の充実によって有効性を失い同時に B-58 も戦略的価値を失った。同時代の他の爆撃機、例えば B-52 やアブロバルカンなどは新たな戦術である低空進行に適応して生き残ったが、 B-58 は以下のような要因から低空進行に適応できなかった。スクランブルに向かう B-58 のクルートされたアメリカ空軍の広報用邪神。17段のタラップが右翼側に装着されている着陸時にバースト事故を起こした RB-58A 運用上も決して使い勝手の良い機体ではなく特に外装式の並走ポットに起因する問題が 多発した。XB-70 と共に飛行する B-58B-58 は航空高速進行と核戦争に過度に特化した機体であったために、戦術、傭兵思想の転換や戦争形態の変化に適応できなかった。経済的にも負担が大きく、結果、アメリカ空軍の戦略爆撃機としては異例の短命で退役を余儀なくされた。一方で、 B-58 の問題点は製造元のコンベア車でも認識されており、新型エンジンや通常爆弾に対応した新型ポットなどを装備した改良型 B-58B を提案していた。185機の生産計画があり、B-58A の1機のエンジンを換装してプロトタイプとする計画も具体化しつつあったが、 低空振興用としては B-52 の改良型、航空振興用としては B-70 の開発を控えている状況では B-58、B の開発、配備のメリットは小さく、1959年7月7日にキャンセルされた。実用面での問題が多く、実践にも投入されなかったこともあって、本機は成功策と言えなかったのではないかという議論が、 時折発生する。逆に B-58 は戦略的には一定の戦果を上げたとの意見もある。すなわち B-58 の開発当時は依然として航空高速進行が有効な戦術と認識されていた。実際にも超音速爆撃機の研究も米ソ両国をはじめ各国で進められ、さらにそのいくつかは具体化しつつあった。 そのような状況下では数々の速度記録を打ち立てている超音速戦略爆撃機が100機近くも実戦配備されているという事実は当時アメリカに対峙していたソ連に多大なプレッシャーを与え超音速爆撃機に対応した防空網の整備のために莫大な支出を余儀なくさせたと思われさらにその後の戦術の転換のためにソビエト側はそれまでの航空侵攻への備えが無駄に なったばかりか、低空振興に対応した防空網の新たな構築まで強いられる結果となった。つまり、当時の仮想敵国に間接的ダメージを与えた一種のブラフとしての戦果を考えれば、B-58 の存在は穴がち無駄ではなかったという評価も多い。また、アメリカ軍では飛行記録の更新を行ったり、広報写真の題材に使うなど、 最新鋭の超音速爆撃機として宣伝していた RB-58A ありがとうございます。